スティーブン・ジェイ・ハモンドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ソラノ群、バレーホ出身のプロ野球選手。2005年の MLB ドラフト6巡目で、ミルウォーキーブルワーズに指名を受けて契約。2008年のシーズン途中にサンフランシスコジャイアンツに移籍し、2009年まで在籍する。メジャー経験なし。2010年は、独立リーグである。 アトランティックリーグのカムデンリバーシャークスでプレーした後、7月に台湾中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズに入団。登録名はイサムタケシ。チームがラマゴモンキーズとなった2011年は9勝をマークするも8月26日に解雇された。2012年4月3日、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズに入団。同年は 11勝5敗、防御率は、篠田明樹に次いで2位となる1.85を記録した。同年11月3日から11月21日に、かけて、オリックス・バファローズのトライアウトを受けて、合格となり、12月1日に獲得が発表された。2013年は、2軍で10試合に登板し、2勝2敗で、防御率4.00であった。その後、 一度も一軍での登板がないまま7月29日に戦力外通告を受けた。8月8日に石アミリオンスターズに復帰し、7試合に登板したが、同年限りで退団。2014年は、米独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズでプレー。2015年3月6日、ベースボールチャレンジリーグに新加盟した、福島ホープスに入団。 5月25日に自由契約となり、対談。ありがとうございます。